どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は、ワンピース最新話、1069話、万物は望まれてこの世に生まれる、の第2弾の考察をしていきます。まずはこちらの第1弾の考察から見てください。今回は、これに加えて、さらに、1069話とエースの関係、そして悪魔の実が実る木や、エニエスロビーの謎にも挑みます。前回僕は、この1069話の話数の語呂合わせ予想として、動力であると考えました。しかしそこに現れたのは太陽の神ニカでした。これはどういうことなのか。リリースは1065話で、火は全てのエネルギーに変換できる。何を燃やすかをわしは研究し続けてきた。もし消えない炎がこの世にあれば太陽を作れるのにと。つまりリリースの言葉をそのまま受け取るなら、エッグヘッドの動力は人工の太陽でしょう。そこで数週間前に、この人工の太陽とは人造メラメラの実だと考えました。さらにツイッターペコさんは、エースと1069話のつながりを指摘していました。それはエースの死に際のセリフ、俺は生まれてきてもよかったのかな、欲しかったのはその答えだった。その答えが1069話、万物は望まれてこの世に生まれる。これが1069話の話数の語呂合わせ9つ目、火の無休。火の無休でしょう。無休とは永遠という意味です。エースの燃やした炎は永遠であり、火の無休、それはおそらく消えない炎、エッグヘッドの動力なのか。これが1069話の話数の語呂合わせ10個目、動力でしょう。またエースが亡くなった574話の扉へはモグラ。1069話で太陽の神ニカルフィーはモグラピストルを放っているというつながりもあります。これらのことから太陽の神ニカが登場した1069話の隠し語呂合わせは動力だと考えられ、それはやはり人造メラメラの実だと考えます。以上のようにエッグヘッドで使われている動力については読み解けそうです。一方、ベガパンクが再現できない古代の動力、古代エネルギーはこちらの動画で太陽の元となる水素から水々の実だと考えましたが、これはさほど自信がありません。続いて考えたいのは1069話の語呂合わせ樹木。樹木をもっと深く考えていきましょう。1069話では太陽の神ニカと共に覚醒ロブルッチも登場しました。ロブルッチといえば、こちらの2年前の考察を振り返りましょう。こちらです。まず注目したいのは、前回に引き続きソドムとゴモラです。旧約聖書で神の怒りを買って滅ぼされた都、ソドムとゴモラと同じ名前のキングブルがエニエスロビーで傷つけられていたのは385話です。385話の語呂合わせは都でしたね。ここでゴモラは目の角膜をやられて目が見えない状態になっていました。しかしそれでもなんとか突き進むゴモラが突破したのはエニエスロビーの D ブロックでした。ここに D が隠されています。さらに D であるルフィは同じく385話都で、ドアドアの実のブルーノに目を分離されていました。ここが今回のポイントです。目です。光を奪うロブルッチでしょう。実質エニエスロビーでのラスボスだったロブルッチは42巻の SBS でそのネーミングについて次のように語られていました。先日授業でロブは奪うの意だと習いました。気になりルッチを調べるとイタリア語で光の意と分かりました。これに対し小田先生は知りませんでしたととぼけていますが、おそらくそれは嘘でしょう。ロブルッチの意味は光を奪う。そこからエニエスロビーでは光が奪われた、そして都が滅んだというキーワードが浮かびました。1068話でルッチはアトラスの左目の光を奪っています。ここでさらに考えたいのはエニエスロビーと太陽の神ニカの関連性です。この関連性は1年半前にこのように考えました。こちらです。その太陽の神ニカをジャヤの月の民シャンディアたちは信仰しており、それは数々の描写から太陽の神ニカはゴムゴムの実を食べた戦士だったとも考えました。そんなシャンディアたちの神、太陽の神ニカは悪魔と呼ばれ、800年前天竜人に滅ぼされたかもしれません。それでは太陽の神ニカはどこで滅ぼされたのでしょうか。それはおそらくエニエスロビーでしょう。こちらの動画ではエニエスロビーのエニエスに D を加えるとデナイス、拒否となることから、エニエスロビーとはD を拒否した、D を殺した、玄関になると考えました。つまり、エニエスロビーこそが太陽の神、ニカが死んだ場所の可能性です。なぜなら、エニエスロビーは太陽が沈まない、宇矢島。太陽の神、ニカの力のせいで、ニカが死んだ後でも、エニエスロビーには夜が訪れない可能性。そして、滅ぼされた太陽の神、ニカの力の一部が、ゴムゴムの実に宿り、ルフィに受け継がれているかもしれません。900年前のフヤ島エニエスロビーで太陽の神ニカは倒されたと考えました。そんな太陽の神ニカと消えない太陽の動力、それらが1069話で重なったなら、
そこから長年謎だった不夜島の理屈が太陽の神ニカで解決できるかもしれません。もしもエニエスロビーにかつて消えない太陽が存在したなら、確かにその周囲の半円には夜が訪れないでしょう。夜が訪れないとは、ドーン、夜明けが来ない。D の一族の D の意味とは、過去にドーン、夜明けという意味だと考えましたから、やはり2年前に考えたように、エニエスロビーには D の一族の国、夜明けの国の都、ドーン王国が存在したのか、その王国が排除された場所がエニエスロビーなのか、その場所に消えない太陽があったのか、それならば消えない太陽とは何でしょうか。それはもしかすると樹木、幼樹、イブのような太陽の木が存在していた可能性。深海の底の魚人島では幼樹イブの光が輝いていました。となるとエニエスロビーに存在したかもしれない木とは幼樹イブでしょうか。しかし幼樹イブは世界でただ一つだと言われています。これはおそらく900年前からそうなのでしょう。そこで考えたいのは宝珠アダムの方です。エニエスロビー編の終わり431話、話数の語呂合わせは資材で、まずナミのみかんの木が戻ってきています。みかんの切り口はまるで太陽のよう、みかんの木イコール太陽の木のイメージ。さらに431話ではフランキーが宝珠アダムを語っています。宝珠アダムとは、何が起きても倒れねえ、人はまたその木に寄り添い町を国を作る、世界にたった数本、最強の木の名は宝珠アダム。この宝珠アダムで作られた船がルフィたちが乗るサニー号です。それは過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船、つまりサニー号イコール太陽です。そんなサニー号が宝珠アダムから作られたなら、宝珠アダムイコール太陽、宝珠アダムもまた太陽の木のイメージがあります。これらのことからエニエスロビーにはかつて太陽の木が存在していた可能性がありそうです。それこそが悪魔の実が実る木なのか。2年前、王国の滅亡と悪魔の実、そして巨大な木についてこのように考えました。こちらです。そうした奇跡の力を恐れて天竜人たちはおそらく800年前に栄えた D の王国に存在した人の夢が宿る木を悪魔と呼び、島ごと海底へと沈めて滅ぼしたと考えます。そして海底へ沈みゆく木から人の夢が詰まった果実だけが離れて海面に浮いて全世界へ拡散していったと。悪魔の実は海の秘宝ですから、それを実らせる木はまさに大秘宝。その大秘宝が島ごと海に沈んで大秘宝、それが一つなぎの大秘宝の3つ目の意味、一つなぎの大秘宝の大秘宝。このように考えます。夢が集まる木が滅亡したラフテルの一つなぎの大秘宝、知恵が集まる木が滅亡したオハラの全知の木。エニエスロビー編とエッグヘッド編で語られたオハラの滅亡は全知の木が倒された物語でした。こことリンクしてエニエスロビーでもかつて太陽の木が倒された可能性を見出せそうです。そして1069話では悪魔の実とは人の夢、人々の願いが具現化したものだと明かされています。すると悪魔の実が実る木がもしも過去に存在したなら、それは願いが叶う木ではないでしょうか。これはゴムの木の別名バニアンツリーの伝承に似ています。ゴムの木バニアンツリーはモルジブではニカと呼ばれ、それはかつて海賊の見張り台として使われていましたが、やがてその木の下に人々が集まり秘密の願い事を語り合うようになると、なぜかその願いが次々に叶うようになったといいます。これが願いが叶う木、ゴムの木バニアンツリーの伝承です。そんなゴムの木の樹脂の幻獣が太陽の神ニカラと考えました。それではその願いを叶えるゴムの木バニアンツリーはどこにあったのでしょうか。それこそがエニエスロビーにあった。それは900年前に太陽の木と呼ばれていた。その太陽の木には悪魔の実が実る。しかし悪魔の実は悪魔じゃない、それは人の夢の具現化でした。そんな人の夢とは、つまり言い換えれば希望。希望とは何か。希望とは動力。希望は人を動かす原動力です。それは天才メガパンクさえも再現できない見えない動力。希望こそが動力。そんな可能性も考えられます。ルフィはアラバスタ編199話、ホープで希望であると表現されていました。またスリラーバーグ編479話、希望の戦士でも希望であると表現されていました。ルフィイコール希望、ニカイコール希望、それは人々の原動力。そして太陽の木とは太陽のニカの木でしょうか。
さすがにこの理論は狂っているかもしれませんが、念のためもう少し考えてみましょう。エニエスロビーは夜が訪れない不夜島、島です。つまり島そのものが太陽なのでしょう。その島にかつて太陽のニカの木があった。その太陽のニカの木は世界政府たちに倒された。その時に倒された太陽のニカの木、それが島の形。エニエスロビーの島の形が木の形。なぜエニエスロビーはこのような形なのか。それは900年前に倒されたニカの木の形の可能性です。世界政府に倒されたニカの木が島の土に残ったことで、その島は太陽の島、消えない炎、不夜島になった。それこそが不夜島の秘密なのか。そして人々の希望、太陽のニカの木は900年前に倒された後に数十年後に別の形で復活した。それが人人の実幻獣種モデルニカ。ニカは何度も考えてきたように一本の槍を持っています。そこで先ほど考えた太陽の木のイメージを持つミカンの木や王子アダムが登場した431話を再び見てみましょう。431話の扉絵をよく見てください。一本の槍を持っているルフィです。それはニカ、資材はニカ。さらに431話の隠し語呂合わせは資材。900年前に滅ぼされ、神によって裁かれた都に太陽のニカの木も存在していた。それがエニエスロビーなのか。そして悪魔の実幻獣種ニカとして復活して、ジョイボーイがその実を食べた。そしてジョイボーイは空白の100年を戦ったが、800年前に再び敗れてしまった。そんなストーリーが浮かんできました。そして太陽の木のイメージは60巻の表紙でも確認できます。中央には太陽の神ニカこと幼いルフィ、その両脇にはメラメラの実の炎のエースとサボ、この太陽の3人が木と同化しています。以上です。今回は久しぶりにぶっ飛んで茹で上がりました。これらはニカの正体がゴムの木の樹脂の幻獣であるという前提のもとに考えたものですから、そこが違う場合は全く異なる場合があります。こうも考えられたという考察です。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。